どう見ても鳥に見える。鳥やで。モズですよね。秋といえばこのモズなんですけれどもね、秋の季語にモズはなっているようでございますけれどもね、季語と言いますとね、鳥が使われていることもあるようでございますけれども、それほど私はね、俳句とか季語に詳しいわけではないんですけれどもね、今回はね、このモズに大変お世話になりましたので、季語ということで言いますとね、モズ日和なんていう季語があってもいいんじゃないかなということをね、今日撮影しておりまして感じたわけでございますのでね、今回のタイトルにさせてもらっているわけでございます。このご覧いただいておりますモズの、こちらはモズ姉さんでございますかね、モズのメスだと思いますけれどもね、昨シーズンも同じところで出会った鳥ではないかなと思うんですよね。毎日のようにいろんな場所をね、こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域を歩き回っておりますとね、あれ、この鳥って昨シーズン同じような場所で出会った鳥じゃないのかなっていうような鳥に出会うこともあるんですよね。野鳥っていうのは何でしょうね、このテリトリーというのかな、そういった場所というのはね、限られているんじゃないかなと思ってましてね。こちらね、これ山柄が好きな植物じゃなかったかなと思って撮影しておりますとね、案の定複数羽の山柄がね、行ったり来たりしていたんですよね。これはエゴの木というんですかね、不思議ですね。あのエゴの木の実っていうのはいろんな野鳥が来ていてもおかしくないと思うんですけれども、山柄の他の鳥がねやってきているのはあまり見たことがないんですよね。山柄とエゴの木っていうのは結構密接な関係があるんじゃないかなと思ってますけれどもね。今回歩いておりますのはね、以前にはこの場所でいろんな猛禽類ね、ハチクマであったりとかね、夏の猛禽類に出会ったような場所でもありますし、季節によりましてはね、ノスリであったりとか長原木などにも出会ったような場所でありますのでね、そういったところを歩いているんですがね、これセグロセキレイですかね、この逆光に近いような角度から撮影していたんですけれども、飛び立っていた姿を見ましたらね、逆光から撮影するのもいいかななんてね思うシーンもありましたね。これね、何を撮影していたの、エナガがたくさん来ていたんですね。ちょっと距離が遠かったのでね、撮影するのは難しかったんですけれどもね。そしてこの季節はね、この飛翔体っていうのはね、気が抜けないんですよね。今撮影しておりますのは、これは飛びですかね。猛禽類はね、この季節ハイタカであったりとか、この季節ならではの猛禽類に出会う可能性がありますのでね、気が抜けないんですが、これは何を撮影している、これはヤマカガシというヘビですかね。ヒガンバナのすぐそばにおりますけれどもね、ちょっと分かりにくかったですけれどもね、ヤマカガシというのはね、毒があるヘビのようでございますね。このようにね、飛翔体っていうのは気が抜けないのでね、必ず撮影するようにしているんでございますけれどもね、
今日はこのようにね、タイトルにもありますようにね、モズによく出会っておりますね。モズというのは秋の季語らしいですけれどもね、私はそれほどね、俳句とか季語に詳しいわけではないんですけれどもね、今回のタイトルね、モズ日和なんていう季語があってもおかしくないのかななんて思ってますけれどもね、こちらセグロセキレイが何かね捉えてますね。昆虫の幼虫のようなものなのかな。一生懸命食べているんですけれどもね、このようにね、食べ残したものもね残らず食べてましたね。お見事でございますね。無駄にしないっていうことですよね、食料というのをね。こちらも飛びですかね、この季節はね、この飛翔体っていうのはね、本当に気が抜けないんですよ。いろいろな猛禽類というのがねやってくる可能性もありますのでね、一見飛びかなと思って撮影しているんですけれどもね、そうじゃない場合もありますし、そして、コスモスがねいい感じでね生えているんですよね。こういった場所で伸びた木がねいるんじゃないかなということで、撮影していたんですけれどもね、今回はねこのモズさんには大変お世話になっているんですけれどもね、そしてねこちら今回ねこの草しぎですかね、河川の堤防といいましても、河川といいましてもね水路に近いような河川でありましたけれどもね、この草しぎがね先へ先へと飛んでいくのが見えたんですよね。この水面に映っている姿を見ましてね、何かいるなと思って撮影したのがねこの映像でございましてね、今回はこの草しぎさんには大変ご迷惑をおかけしたようなことでございますね。この気温がねちょっとまだ高いような感じがしましてね、この彼岸花がねちょうど今回歩いている場所では最盛期であったようでございましてね、このように、まだこの鮮やかな赤い花がね目についたんでございますけれどもね、そして、このような場所ではねひょっとすると伸びた木に出会えるんじゃないかなと思って撮影していたんでございますけれどもね、今回はこのホオジロさんに大変お世話になっておりますね。いろいろな場所ね、こちら兵庫県の内陸部北播磨という地域では河川の堤防を中心に歩いているんでございますけれどもね、こういった場所でその付近にあります農耕地を見ておりますとね、ご覧いただいておりますようなホオジロであったりとか、こちらはスズメ、電柱のこういった構造物にね映像していることが多いんですけれどもね、こういった野鳥に出会うことができるんですけれども、季節の移り変わりをお送りしているということでね、このようなセイタカアワダチソウであったりとかね、花の様子などもお伝えしていることもあるんですけれどもね、この季節というのはちょっとね微妙な期間というかシーズンでもありますのでね、どのような野鳥に出会ってもおかしくないなという感じがしているわけでございまして、このようにこちらは飛びでございますけれどもね、そろそろ猛禽類ね、ノスリであったりとかそのような鳥にも出会うことがあるんじゃないかなと思って、ちょっとね、気を引き締めながら歩いているような状況ではあるんですけれどもね、さてモズ日和なんていうね季語あるんですかね、私はよくわからないんですけれども、鳥に関する季語で言いますと、例えば飛び空とかね、そういった季語があってもいいんじゃないかと思うんですけれども、皆さん野鳥好きの方ならではの季語ね、何か思いつくものありますかね。スズメなんかですと、
フクスズメというかフクラスズメというんですかね、ああいったものっていうのは冬の季語になっているんじゃないかなと思いますし、夏鳥ね、ツバメであったりとか、ジョウビタキなんていうのが冬の季語になっていたりするんですかね、まあ、分かりませんけどね。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。